はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル魔術師プレイ、というわけで、今回は最下層から闇村のどこまで行けるかなっていうところですね。まあ、とりあえずあの鈍色ドラゴンっていうの、あいつは倒していきたいと思います。その前が人間性がね2つ溜まってて、でね、あいつなんか来そうだな。ソウルの矢にしとくか。この上にいるスライム君をね退治したんですけれども、全然アイテム落とさないんで、ソウルが若干溜まってます。なんかね、かけら系をね落としたと思ったんだけど、ドロップしなくなっちゃったのかな。ネズミはゲッ、一発で倒せねえ。ほら、おりゃ、できれば2人倒したい。痛い。ドクった。ちょっと待って。強靭度がなさすぎる。一回食らうと、なし崩しに。食らうな。エスト飲んで、ちょ、苔玉も使っちゃおう。あ、紫の苔玉が1個しかない。これかなりやばいぞ。猛毒になったら、大ピンチだな。これグレートアクスだっけ？そんなものをね使う筋力はないよ、正直。まあ、技量勝負だからね。で、ここはね、1周目で来たときって、なんかネズミのところから行って、待ち伏せに注意。ありがたいお言葉だけど、俺はそのメッセージをしかとしたの。そのため食らってしまった。あの、大ネズミのところに出て、もうなんかいきなり落っこってったじゃないですか。だからね、全然順路通りじゃなかったんですけど、今回は普通に順路通りに行きましょう。あ、でここであれか、多分鍵が手に入るんだよね。あ、これか。でさっきのところに行けると。でこの大ネズミさ、どうやって倒す？一回魔法で倒すか。こっちにも道があるといえばある。ただアイテム下に落ちないように気をつけていきましょう。名もなき戦士の装備。あれ、向こう側から行くとどうなんだ。ちょっと一回入ってみよう。で、あ、ここに出るのか。なるほどなるほど。伝道師だね。伝道師どうする。強い装備の矢、しまった。もう一発、ネズミ強化されちゃった。できれば装備の矢でなんとか行きたい。いいね、一発。遠距離から攻撃できるのがほんとでかい。でここは飛び出てくるからガードしとこう。おりゃ、一応一発で倒せるか。スタミナ回復かな、やっぱスタミナが少ないね。ここも出てくるわけではない。宝の予感。お、大掛け、大掛け欲しいんだよね。大きな種火手に入れたからプラ10までいけるんで、大掛けはね、アンドレ売ってくんないからね、巨人のところまで行かないといけないんだよね。巨人のところ行くってことはさ、アノールロンド攻略しないといけないっていうのがまたちょいときつい。でここも落ちるところがあるから、ちょっと下を見ながら気をつけていこう。ここ落ちるね。あのネズミはなぜか落ちないけど、いてちょっと待って、また毒ったよ。なんだこいつは、スタミナないのか、無尽蔵か。苔玉は速攻で使う。いや、苔玉もちょっと、あのばあちゃんから買っとくべきだったな。スライムは強いソウルの太矢で一発なんだけどな。
まあ、ちょっともったいないけど使うか。こいつ台掛け落とした気がするんだよね。全然ドロップしないけど。うん、ここが普通に落ちるとこだから、ちょっと回っていくか。ジャンプすると落ちる危険性があるから。でこっちから回って、あれ、ここは落ちるところではない。普通のソウルのようにしとこう。ほいっと、でこれ取って戦士のソウルと。でここで、あ、待って、え、どうやってやればいいんだよ。ちょいほら、いやー、こう食らうな。こう当たるか当たらないかのところで一回おびき寄せて逃げる。あと一発か。行って、ちょっと安全に行こう。エストので離れたところをロックオンして、よし、ロックオンできたか分かんないけど、まあなんとか倒したな。人間性、ネズミがなぜか人間性を持ってんだよね。で名もなき戦士のソウルで、あの上のやつってさ、なんか前回も取れなかった気がするんだよね。どうやって取るんだ。であのズタ袋を持ってるやつね、この上から前回は来て、もうそのまま下に降りて、かなりショートカットになったんだね。そうすると来て、なんかすげえ落とされたんだけど、この辺ちょっと危険な気がする。バジリスク地帯でなるべく遠距離で一発で倒せるね。とりあえず危険だからちょっとずつ進んでいこう。ん、どこだ。最下層はね、あんまり探索してないからね。こいつ狙える？ほら、狙えるんだったら倒しておきたい。うん、ここも。ちょっと待って。戦士の後ろから来そうだな。大丈夫か？様子を見つつ行かないとすぐ呪いで死んじゃうからね。そうすると今呪い解くやつ1個も持ってなかった気がするんだけど、囲まれるのが一番厄介。あ、来た、遠距離で当たらないところから倒したいけど動くね。 OK、 ソウルの矢はでもだいぶ役立つな。なんか前回とかこっち来たっけ。なんかあんまりバチリスクに出会ってないよね。あいつなんか来てんな。ちょ、邪魔だこれ。いや、で害にはなってないけどさ、なんか邪魔くさ。来た、この位置から行けば全く怖くないね。囲まれなければ大丈夫。あいつもいるのか。一体ずつ確実に処理ってこう、おびき寄せて。いつの間にか来てるっていうのが一番怖いんだよね。あれ、いなくなったな。開いたな。こっから真下に届け、俺の思いよ。全然届かない。あ、来てる、いつの間にか来てる。よし、煙がすげえ。この下が危険なんだ。来てる。おいっと、ただソウルの矢がもうちょっとない。死の瞳、あ、そうだ、こいつ死の瞳を持ってるんだ。ん、大体排除した。
あれってどこだ。ああなんかあるね。行けっかな。行けなかった。またわけわかんないところに出ちゃった。ジャガンの指輪、これってさ、攻撃するとヒットポイント吸収するやつだよね。いやーでもつながないんだよな。やってみる。おりゃ。あ、これさっきの下か。なるほど。でこう来て取って、だいたい倒してると思ったら全然倒してねえわ。やばい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 。ちょっと待ってちょっと待って、一回ガチで逃げる。遠距離でちょっと確実に行こう。まず一体、もう一体で、ソウルの矢がなくなったから今度は強いソウルの矢で強本当に強い。よし、これ絶対1周目だったらもうパニックって死んでたな。冷静に対処していこう。で結局どこにいるんだ今。多分降りた時にあの穴に落ちちゃったらまずかったんだね。穴に落ちずにさっといければうまく。あれ結局ここに来ちゃった。ただアイテムは取れた、アイテムは回収できたんで。いやちょっと待って、強いソウルの矢にしておこう。じゃあ上に行く感じか。上に登ってネズミがいるじゃないか。おりゃ、この狭いところから。おりゃ、倒せるときに倒しておこう。邪魔になりそうだからな。で結局こっちか。そうするとああでここだ。ここ結局行けなかったから少しほいっと。 OK、 人間性よし。冷静に対処すれば。来て、落ちたよ何を冷静に対処すればだよ全然冷静じゃないんだけど。上登って、じゃあこっちか。杖にしておこう。あーってほい、語らん。ほい、よし。死んでんだか死んでんだかわかんねえんだけど。でこっちに来て、下とかはネズミちゃんは死体。あーここも取って、どっかでなんかに侵入された気がするんだよな。これどこだ。ここで、あー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 あああ、なるほどなるほど、よくわからん。こっちで来てる。あ、核に侵入された。どこだ、いた。ちょっと待って、強いソウルの矢で遠距離からぶっ放す。距離を取って、ほい、当たった。今倒した。まあ、距離を取ればこんなもんよ。吸収する。ああ人間性を取れるってことね。トゲの盾、そう、3回くらい全部でどっかで侵入されるんですよね。で3回倒すとあいつの装備が全部揃うと。え、当たってる？
ちょっとかかるか。でここは見覚えがある、あのショートカットが作れるところですね。なので、上に行って1万6000あるか、ここ開けられる。でさっきのなんだっけ、かがり火のところに出てこれると、これでショートカット開通。なんていうの、鈍色ドラゴン、貧色ドラゴン、よくわかんないけど、そいつのところに行きたいんですけれども、技量に振って利力に振ってましょう。サインがあるね。これは騎士だね、多分騎士装備くん。でこれはよくわかんない、盗賊系。でこの人はこの仮面だかなんだかの仮面をつけてますね。まあいいでしょう、一人で行きます。いた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 、えった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 、待って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 、いやこれ魔術師のロブやっぱ弱えな。なんとか防具変えたい気がする。警戒ローリングではあるんだけど、一発食らうとなし崩しに食らっちゃうからね。ソラールさんは呼びますか、 NPC は。ここのねソラールさん全く役に立たないんだけどね、まあ、デコイくらいでは。ちょっと待ってね、こいつさんなんとなく倒していきたい。オーリャオーリャオーリャと、いや大かけら落とさねえかな。人間性があるってことは相手の発見力がね、危ねえ、上がってるはずなんですよ。オーリャ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 、まだ生きてるか。結構近寄らないとさ当たんねえんだけど。あよし大賭け、ようやく1個落とした。いてえ、どっから来たんやんお前は。ほいほい、もう一発ほいっと。でこっちにもいるし、エスト全然使ってないんだね。ちょ待って待って待って、なんか蹴っちゃうんだよねついつい。ちょっと普通のソウルの矢、これいっぱいあるからな。間違えた、なんであいつ逃げんだ、逃がさん。一応こっち話していきましょう。ドナールさんだっけ、ドーナルさん、よくわかんないけど、いやこんにちは。ゼナールだったら全然違った。黄金松屋に売ってんのか。でも黄金松屋には使わないからね。これかとこなんとなく。結晶直剣。結晶系はね、まあ、確かに強いは強い。知恵者。やっぱ鎧は結構重いよね。13.3 か重量。黄金松屋には一応3つあるから、まあ、まだ大丈夫でしょう。でここから闇村に入るところですけれども、鍵をゲットしないといけないので、鈍色ドラゴン倒しに行きましょう。でアイテムは一応取れるものは取っていきたい。こっちは何にもない。デブって何デブだから通れないってこと。アイテムがあったよね。ない。もう一個下か。ここね、この上のね、魔術師ね、倒しとかないと。魔術師が援護攻撃してくるんだよね。あのネズミと一緒にいた魔術師ですね。で、ソウルの矢はちょっと弱そうだから、強いソウルの太矢から、いや、待って。間違えた。強いソウルの矢から行くか。これ誰、これ
ソラールさん召喚しましょう。もう完全にデコイ、ダメージは期待しない。ここでヘビークロス、クロスボウは持ってるけど俺弓持ってないんだよね。一回ファリスの弓取りに行くか、またソウル集めをしないといけないと思うので。じゃあ行きます。これは一定の距離を保ちつつ遠距離で攻撃していきましょう。で正面には立たない、狙える距離から来い。200か、悪くはない。ソラールお前が犠牲になってくれればいいだけだ。まあ、ちょっと攻撃してくれや。あ、尻尾来るね。いや、この位置当たるか。ちょっと待ってね。いって、やっべやっべ。全開にしとこう。おー、ゲロ入ってきた。あんまりね、あっち行きすぎるとね落ちるからね。体勢を一回整えて、尻尾はもうね切れない。もうそういうプレーだから。ソラールが意外に残ってんな。多分ね攻撃力的にはね強いソウルの矢より普通のねソウルのね太矢の方が強いと思うんだけど、ソウルの太矢か、これためがね長いんだよね。強いソウルの太矢だったら遅い、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 遅いけど400、あと一発。ソラール、お前は生かしておこう。え、まだじゃあソウルのやりや。 OK、 ギリギリ生きてんな。ありがとう、君のおかげで助かったよ。君がそこまで体力を減らしてくれたおかげで無事死ぬことなくいけましたね。25000、おいしい。ここら辺切れるかな。あれ結局さ、俺今さ警戒ローリックじゃねえじゃん。そもそもいくつ、60ってことは3020。あれでも警戒ローリング、絶対これ警戒ローリングじゃない、そんな警戒じゃねえし。15か、4分の1だから15に抑えないといけないんだね。だったらいいや、中ローリングでいいや。アイアン系でちょっとやってみる。鎧が一番重いんだよね。よし、これでいこう。なんか全然さ魔術師らしからぬ格好だよね。あと何があんの。俺結構ヌスト系をね使ってたんだけどね、毒耐性をちょっと上げたいんだよな。あ、そうすると毒耐性上がるね。毒耐性を上げていこう。あ、そうか、もうそもそも何も装備してねえからだ。強靭度、ハードレザーアーマーとか強靭度ないんだ。じゃあこっちでいいじゃん、軽いし。毒耐性はこれ黒川系だな、やっぱりちょっとこれでいくか。うん、まだこっちの方がヌスッとだけど、まだこっちの方がね魔術師っぽい。鎧を切ると一気にね戦士風になっちゃうからね。あれ、どっから来たんだっけ。こっちって広場だっけ。怪しいよな。一回戻りましょう。よし、では利力と技量に振って、もう一回利力に振るか。 OK、30くらいまでにはしておいて、そうしたら少し
ぱ15くらいは体力欲しいかな。一応ね、超愛と過去装備してるから。これ超愛と過去装備してなかったらかなりきついよね。さっきのさ、ドラゴンのさ、あのドッシン食らったら一発で死んでたし、超愛と加護を装備してたからなんとか体力が残って生き延びたっていう感じですからね。こいつから買うもんはないから闇村に行きますか。やだな、闇村が本当にやだ。まずあのデブをどう排除するかだよね。よし、降りよう。もう行くしかないったら覚悟を決めて、これは強いソウルの矢で行こう。こっから狙える、こっから狙えるんだったら狙っていきたいけど、それは無理があるというものか。もう来んのかい。狙えないんだけど。ちょ待って、あれになってた。ちょ、どうする、どうする。いや強え、デブはね、ヒットポイントがあるんだよ。そこかな。何発かかんの ?4 発くらいかかる。強いソウルの矢で4発か。それは厳しいな。ちょっとずつ進んでいこう。多分デブの発見力の方が高いね。闇村突入。このうちに1発、2発。3発4発とで、このうちに1発2発3発4発で、こっちも敵がいて狙えるかな。ほいげー一発で倒せねえんかい。まあいいや、あいつは減ってるから。あとはあれだね、こっちから来る吹き矢、吹き矢やろう。あいつをどうするかだな。ちょっと待って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 、2発かかる。ちょっと待って、2発じゃ倒せない。飛びかかりが来るね。数が厄介だな。ここはおりゃ弱弱いけど、よし、ここまで来ると魔法単発の方がソウルの矢でも強いのか。吹き矢は来てるね。ほんと厄介だかんな。あんまり進みすぎるとまたトカゲが来るから、ちょっと様子を伺って。あいついるね、前方に見えるけど。まずはちょっとこの吹き矢くんをなんとかぶっ倒す。よし来た、ほいほいほい、てい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 て、ちょっとこれは下に降りよう。え、またいんのかい。いってー、やられたー。よーし、回収完了。やっぱね、数で来られると魔法は厳しいね。数で来るんだったら呪術の方が良さそう。太矢一発お見舞いしよう。一発で倒せるよ。太矢は一発だな。あっちって確かソウルだったよね。ここは強いソウルの矢にしよう。だいぶもうここだけで減ってるんだけど。開いた、お見舞いして、あと縦でいこう。ガードして、おいほいっと。痛い、来てる後ろから。なんかすげえ死に方してんな。アイテムあんじゃねえの。
大きなソウル、高名な騎士のソウル、魔法にしていこう。9300か、レベル1上げられそうだけどね。利力30、技量25になったら1回体力15、なんだっけ、あのスタミナ15まで上げていきたい。あ、いる。ちょっともうこいつらは惜しみなくいこう。 OK、 失敗したというか段差があると当たらない。あ、これはつかみだからちょっと間合いを取って。段差があるとさ、直線的な攻撃当たんないね。あともう一つはこれを取りに行くかどうか。この血があってさ邪魔なんだけど、一応ショートカットにはなるんだよね、あれを取りに行くと。やるか、ほい、 OK。 居合島、居合島の方がいいのかな。居合島ってどっちかっていうと技術系でしょ。どこだ居合島。あ、これか。強化してないから弱い。あ、14必要なのか。出血があるんだよね、出血が。筋力14まで上げる、それか。でここでかがり火で人間性があるんだよね。王者から復活して、ここは多分ね何回か死ぬから注ぎ火をしておこう。アーメンみたいなよくわかんないけどもう一回いけるんだっけ。あ、無理か、一回ずつか。でただショートカットをしてきてるから少し一回アイテム回収に行きますか。この上とか順路的には奥に行ったところなんだよね。だこいつはいるんで、ほい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 。こいつらはあれだな、裸マンだから強靭はないね。すぐひるむ、追撃も可能だ。でここら辺割とね来ると思うんだよね、強いソウルの矢。ちょ、お前じゃない、ほらこれで、ほら2発、ほらよし、ついてついてつきまくる。ちょ、お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない。よし、オッケー。だ上のやつに魔法が当たったのはなかなかでかかったな。さあ回収してソウル、あ、レベル上げとけばよかった。まあいいか。で本来だったらこう来るはずなんだよね確か。まあ、居合島を取りに行ったけど、こっちは、こっちは、あ、だからここさっきのところ、さっきジャンプしたところ、だ本当だったらこう来て、でこっちはもう行き尽くしたからアイテムもない。でこう来て降りて、でこのアイテム取って、あっちの方に人間性があった気がするんだけど、まあそれはいいか。ここ渡ってこっちに来て、なんか向こうとか行けそうだけど、ここ下っ
て、でこっちにかがり火が見えると。でまあかがり火は触れないでおこう。敵は倒したからね。敵が復活しちゃうのはちょっとめんどくさい。なんかいるんだけど、ちょ待って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 、ここはもう完全にあれでしょう、当たんの魔法いって。ちょ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 待って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 、間合いを取って、まずこいつをぶっ倒す。で炎を吐いてくれれば止まるから、よし倒せる。でお前も OK。 いや怖いわ。強いソウルの矢でいくか。やっぱこれが一番今のところ安定だな。ソウルの矢はちょっと火力が不足してきている。大足の盾とか取る、どうする。ちょっとしかもここさ、また毒矢が来るんだよね。ほらうっとしいな。やばいやばいやばい、来た瞬間にやって逃げる。やばい食らう、危ねえ。落ちる落ちる、ほらほら、やばいやばい、毒った。これはまずい。どうする、1個しかないんだよね。でも敵倒したからな。使おう。敵を復活させるのはちょっとめんどくさい。またどうせ食らってどうするみたいなことになるから。いやでもこれ毒耐性上げてなかったらさ、速攻で毒になるよね。多分一発食らったら毒になるんだろうな。死を覚悟してあいつを倒しに行くか。いやマジでめんどくせえな。こっからは一応食らわない。で大足の盾取りに行くんだったらこっちなんだよね。だったらこっちからも敵が来た気がするからな。なんか当てられるやつに当てときたいな。あいつとかおい、じゃあ強いソウルの矢じゃねえかよ。まあいいや。一発だ。来るかバカめ、頭に直撃させてやる。ほらよし。でここも下にねいると思うんだよね。ちょ見えない見えない、アングル的に見えない。まあ来たところを狙うか。来ないね、こっち側から狙えるかな。あれいける？なんであいつ降りてってんの？ちょっと強いソウルの、いやもったいない。もうちょっとこっち側から行くか。おい当たる当たる当たる。倒した。せっかくだ行くか。まあ大足はね軽いからね。おったっけ、こんなとこにいたのかよ、知らなかった。町邪魔だ。よし、ただこいつを倒せたのはでかいな。でここにもうもう一匹いるんで。かわいそう。 OK で大足ゲット。30の中で収まるんだったらちょっと大足装備したいな。あれやらないからねパーリーは。えちょ待って全然ダメだ。こんなもん両手持ちにできねえよ。大足いくつ ?16 か。筋力最終的にはでも16まで上げるからね。筋力も16まで上げる。でもそうするとさ、もうソウルがいくらあっても足りないんだけど。今13でしょ、もう1上げたいんだよね。12000、1万2000だと1しか上げられないな。もうちょっと貯めないといけないよね。騎士のソウル、
かといって今こういうソウルを使ってまでレベル上げするかって言われるとそれはやっぱ違うと思うんで、一回降りてこれ槍に変えとこう。で登ったところにあの吹き矢マンがいるはずなんで、そいつを速攻で狩る。あれ多分前に見えるの人間性だな。すげえ細い道通っていくやつ。あれ2つある、結構いっぱいあるな。お前どっか行け。 OK、 ここで紫ゴケを手に入れられればすげえよかったんだけど、どうする、こっちから行く、こっちから内なる大陸を取りに行けんだっけ。ソウルの矢にしとこう。またあいつは出るはずだからな。いるね、一発当てて、ほい、二発で倒せねえんだっけ。ちょっと待って、これはもうスピアでチクった方がいい。いけねえんだけど、どういうこと。もう一匹いたっけ。もう一匹はいない。降りて、でこれはもうちょっと安全圏から行こう。狙えるところから普通のソウルの矢。いや待って、こういう時にソウルの太矢を使っていこう。いくつ当たってるか分かんないけど、当たってるよね、倒した。ソウルの太矢はねどうしてもためが長いんで、ちょっと待って、一応周りを見て、で内なる大陸、これはな、まあ剣士とかの方が役立つんだけど結局あんまり使わなかったよね。でここであのゴブリンマンがいるから、あいつをどうするかだよな。強いソウルの矢3発か。今のうちに、ちょ待って、ちょ待って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 、こいつはなんか余計なとこまで登ってこれないはずだから、まずあのトカゲ戦士、これをめんどくさいけど上の方までおびき寄せよう。で上に登ったら一回エストビンを飲んで、まあ、体勢を立て直すと。やつが登ってきてるはずだから、ここは逆に行ってソウルの太矢をぶっ放す。外した、遅い、この距離は当たらんか。よし一発当たれば一発。太矢系はためが遅いけどやっぱ当たれば。ちょっと待った、ちょっと待った、シカトしよう。こいつはもう完全シカトだな。でソウルの太矢ちょっと無理、強いソウルの太矢無理。危ねえ危ねえ、ここら辺の判断能力もだいぶ上がってるね。で霧を抜けて、あれ霧抜けるとどこ行くんだっけ。まだもうちょっと続くよね、下に降りていく感じになると思うんで、あれか雲が出てくるのか、炎を吐く雲。もう少し下に降りていきましょう。であれどっち、こっちって何、こっち何もないんだっけ。なんか何もなさそうだね。であいつを、まあ、どう処理するか。3発け、あ2発で倒せるか。2発で倒せればまあ楽だな。ソウルの矢2発は早いからね、連射すればそれなりの速度で撃ってくれるから。あと上から撃てるやつがいたら撃ちたいけど無理か。ここは下まで降りて、あと狙えるやつ、はいこういうやつとかね。一番下まで行っちゃってんじゃねえかよ。え、マッチングに失敗しました。どういうこと、誰か侵入してきたんだな。いや怖いね本当にこういうのは。げっ、吹き矢が飛んできてる、めんどくせえ。あそこ誰か死んでったよ。あの吹き矢は本当めんどくせえな。
盾で確実にガードしていこう。ガードすればそんなにたまらない。おらおらっと、あれこちらへん、あ、あったあったあった、放浪者か、ファルシオン。ファルシオンもどちらかといえば技術系だったと気がするんだけど、じゃあ下に降りてきますか。またいるいるいる、ちょっと待って、よし。こいつはねロックオンすると鬱陶しいから、いって毒具合が半端ねえな。痛い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 、待って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 、ここちょっとこいつが邪魔だから一回倒して、じゃ体勢を整えつつ、ほらほらちょっと強引にいった、ほら当たらん。いやー、そういや毒紙さ買ったけどさ使ってないね。留飲外したくないからね。結局無駄に終わったな。あれ2万円 ?1 万円くらいしたんだっけ、まあ、もったいなかったけど、まあ、しょうがない。こいつはもうこっから狙おう。さよなら。こいつほんと邪魔だな。無限湧きしてくるのがめんどくさいよね。強いソウルの太矢とか無理だな。狙えるやつは狙ってこう。当たれ。当たらない。全然当たらんわ、まあ、厄介な敵であることには変わりないからな。全然無理なんですけど。しかとしよう。で降りてまず目指すのは、鉄輪がないからな。目指すのはかがり火だけど侵入されたくない。どうだ、いけるか。いけたー。ちょっと生身だよね、だって俺。よし、ちょっとこっちの竜の鱗は取りに行きましょう。とう、あと人食いミルドレッドか。まああいつも倒すか。魔法使えば大したことないでしょう、多分。強いソウルの矢でいこう。太矢系はね、やっぱりどうしてもためが長いんで。いや、鉄輪取ってくればよかったね、やっぱり。すげえ。ちょっと待って。ほい、一発。邪魔な奴らはちょっと排除しておこう、ここら辺の。あ、来た。来たね。どこだ？あそこか。変態ミルドレッド。ちょ、お前ら邪魔だ。ちょ、お前じゃない。毒ったけど。無理か。痛い、やばい、なた、なた。ほら、ちょっともう一発。いって、やられたー。で、こいつは倒しておきたい、また。デコイに使うから。で、アイテム系の探索は、ちょっと、後にしよう。人間性は溜め込んでるね。だ、あの周りのやつがめんどくさいんだよ。あ、ここかがり火ってかさ、さっきの注ぎ火も大して意味なかったな。まずこいつは確実に邪魔になるから消す。
ってこいつらもなんか邪魔だからな、今のうちに消しときたいんだよね。今のうちに消す。よし。で、強いソウルの矢、射程に入ったら撃つ。ちょっとさ、こいつ速くねえか。軽いんだな、身軽なんだ。何やるな。もう一発か。よーし、 OK。 雑魚がミルドレッド、君の力をもらい受ける。人間性、肉立ち包丁、そしてあそこに俺のソウル、まあ、せっかくだから取ってこう。24000、すっげえ、そうだ、こんなにあったんだ、溜め込んだな。使おう、レベルアップに使おう。履力20、あー待って待って、筋力上げたいんだよね。で、履力上げて技量25まで持ってきたいな。あと3か。もうここら辺まで来るとレベル1上げるのが大変だからね。これで内刀が使える。内刀使えるけど出血しない的には大して意味ないからね。あと手に入れたのはファルシオンか。ただ鍛えてないからな、鍛えてないから 82+33 でしょ。今まで使ってたのが、いやもう全然だな、ウィングドスピアの方が全然強いわ。ちょっとここはこれでいくか。どうせ一応注ぎ火する、もう人間性どうせ失うからね。死んでなくなるんだったら注ぎ火しておいた方がまだ有効性がある。6800でも無理だもんね。よし、じゃあ行こう。強いソウルの矢じゃなくて、ここはソウルの矢でちょっとやりくりしていく。で、ミルドレッドが盾になってるときは強いソウルの太矢をかましますか。だとここはちょっとめちゃくちゃ遅くなるからな。そしてなんていうの、スタミナがあるわけじゃないからローリングもそんなに頻繁にできない。アイテムはまた後で回収する。めちゃいいアイテムがあるわけじゃないんで、いやー普通に鉄輪持ってくればよかった、めんどくさいな。帰りも通らないといけないからね。で、あのデブには会いたくないから、よし、ここまで来ればいいでしょう。苔玉自体は結構数がある。エストビア飲んじゃおう。もうちょっとでも減ってると魔術師は危険だからね。で、ミドレッドちゃんは召喚しましょう。一応強いソウルの矢にしておいて余裕があれば太矢を打つ。太矢は2回か、配置があんまりよろしくない気がするけど、まあいいや。どれがミルドレッドだ、これ違うかっこいい、もう直前だな。よし、人食いミルドレッド、こいつ何なの、超怪しいよね。持たざる者みたいな装備になってるけど、肉立ち包丁とズタ袋だけは一応装備してんのか。よろしくお願いします。素顔が見たいね、素顔が。ここら辺はカットしますと。連打してるとあれになるな。ちょっと広いところで戦いたいから、まずはこいつのミルドレッド、どこいる、ちょっと俺のとこに来ちゃったよ。ミルドレッドじゃん、あいつ何やってんの、溶岩のところで何やってんのアホですか。ミルドレッドマジで何やってんの、あちゃちゃちゃあ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 ちゃちゃ、これ太矢いけそうだ、あいち
捕獲しよう。この距離だ、この距離を保ってれば。ちょ、お前マジでさ、飲め飲め飲め、よし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 、お、いったいったいった、いいね、鳴らしてるね、みんな。ていうかもう太矢使おう。ほら、遅遅遅遅遅遅。じゃあソウルの矢あと連発すればいけそうだ。あー、ボスいいね、結構楽だわ、デコイがいれば。クラグのソウルゲット、ありがとうございます。まんな、そんな役だったかっていうと微妙だけど、一定の距離を保ってればね、なんとかなるからね、魔法は。それができないボスに当たるときついんだよね。で、今回は鐘鳴らして黒金糸まで取りましょう。黒金糸取って終わりにしようか。ただれ続けるものいけるっしょ。これ鳴らして鐘の音はカット。機関のコッペンで、そこから下に降りて、どこだっけ、みんな印をつけてくれている、ありがたい。でこっちに話して、うん、はいと、うん、はい、行け。まあ、ここ人間性をね捧げるとね、近道ができるんだよね、デーモン遺跡の。レベルアップしとこう。筋力一回16まで振ろう。筋力16まで振って、で大足がこれで装備できるはず。間違えた。でまだ重量は全然大丈夫。よし、これの方がかなり安心感があるからね。ひもり目制約かわしとく。いや意味ないけど、ここ何の制約だっけ。おお、混沌の大火球、あ、そんなんもらえるんだ。あとあれか、人間性を捧げるんだよねこいつには。人間性は最悪マラソンできるからな。でデーモン遺跡一回行きます。一応ブックマークしとく。照らすだけ照らしちゃおうか。機関のコッペン使うんだったらちょっとめんどくさくなるけど、本当はさっきのクラーグのところもブックマークしないで機関のコッペンで一気にあっちまで帰るっていうのが楽だったんですけど、まあそれはそれでいいや。黒金糸を取りに行きましょう。で多分もうずっと黒金糸で行くかな。そうするとで入ってダッシュで進んで、超愛とカゴはもうずっと外せないからね、残り一つの指輪でやりくりするしかないんだけど、ちょ、念のためこっちから行こう。みんな頑張ってるね。いるー。スタミナを満タンにして黒金糸取って、まあ、最悪黒金糸さえ取れればね、倒せなくてもいいんだけど。こいつはダメージ買ったら一発で死にそうだな。エストは飲んでおく。さあそこからこれを取って一応構えながら行く。怖い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 、スタミナがない、スタミナがないから走れない。よし、多分ここら辺まで逃げ込めば一旦大丈夫でしょう。
で、あとはもう壁自体に走っていく。やつに追いつかれる前にとりあえず入り口まで走れ。どこまで走ればいいのかよく分かんないけど、スタミナがない、スタミナが。緑化層でも食っときゃよかったかな。俺毎回さ緑化緑化言うけど、現実問題全然緑化層食ってないよね。でこれソウルの矢でいいか。このままやってもいいのかな。ほい122とか。語り続けるものって何なのこいつ。あ、倒した。この謎システム。よし、でこれはもういいでしょ。あとはこいつのソウル2万か。まあまあだね。じゃあ戻りましょう。あ、そうか、ここをちょっと渡りきったら黒金糸を装備しましょう。黒金糸、おい、ヌスットよりは強い。黒金糸31とか普通に強くね。ハードレザーアーマーより強いんだけど、さすが優秀だな。で黒金糸、まあ、12、ここら辺はあんまり変わんないけど、別にあんまり変わんないっていう段階でいいよね。黒金糸のスカート、お、強いわ。まあ、強靭力はないけど、これでまあ多少の防御力アップにもなったし、何より炎耐性もあるからね。どっから上に登ってくんだっけ。こいつらって攻撃してくんの。なんか卵とか産みつけられた気がするんだけど、よし、じゃあちょっと一回ここで休んでというところで、なんか膝がガクガクしてんだけど大丈夫こいつ。寒いのかなここ火があったけーっていう。じゃあ次回は1000の古城ですね、行きたいと思います。けれども鍛えられるものを少し鍛えていきますか。まあそんな感じで、まあなかなかいいスピードでは来てると思います。そんなに死にすぎることもなく、まあさすがにね、1周目でだいぶ死にまくったんで。あと魔術ね、やっぱ遠距離で攻撃できるっていうところがかなりでかいですね。まあそんな感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。